東京都下北沢ベースボールマリオ。はい、おはようございます。おはようございます。ここはもう東北内でも超有名なです、お店でございます。はい、ここに来た理由、ちょっと今回ね、見たいものがありまして、私またですか、なんだ、ローリングスから2020年オープニングデコレクションっていう限定のグラブが出てるの知ってますか？わかんない。実はそれ NPB だけじゃなくて MLB モデルも出てるんだけど、はいはい、そのプロの選手が使ってる全く同じものを我々の手に届けようじゃないかという、そういう本当に限定のものが なんかマリオさんにあるということで。そうですか、間違いないですわ。違いありますね。マリオって聞いたらやっぱりね。そうだね。さすが僕に目的言っちゃっていいですか、早速。はいはい、こんにちは。こっちはグラブエレアなんだけど、ね、マリオさんといえばこのグラブブループレン、うん、あ、これか。早速あるね。これ、この方々の、そう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 、あ、ローリングスのケープ選手の、あ、私の後輩ですね。あ、お仕事されましたね。あ、いや、それで糸井選手、はい、又吉投手に秋山投手に宗外野手っていうね、あ、まあ、その辺りが一通りあるっていう。これあんまり今まで展開されてなかったみたいな。プロだって、プロデザインでしょ。そうそうそう、全くだからこれが、あ、巨人の主砲岡本和真選手のセグロリングス、ね、いや、岡本和真選手多分特選テレビ見てこうしたんじゃないかっていうぐらい、そう、突然見てるかな。小川投手、小川投手、私の後輩ですね。お正月あった時、あの、彼は昔あの外資系のメーカーを使ってましたけどね、うんうん、ちょっとやっぱこれをやっぱりこれをやっぱ使って、ね、2桁、今年は勝ちましたか、しっかり勝ってるから、しかもこういう HOH グラブ大きいが、あ、そうそう、これあの、その今回のオープニングで、はい、NBB コレクションってやつ全部これついてます、グラブ大きい。ビジュアルも全部だから、これは実際に野球で使う方もよし、でグラブコレクターさんは世の中にいっぱいいるから、その方にもよし。なるほど、使ったそこに置けばいいですね。そう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 、あ、いい。それではその他の選手のモデルも一挙紹介と、これがね、中日福谷投手かな。ああ、剛腕、うん、福谷投手のやつで、ちょっと鱗っていうかね、ワニが、そう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 、やっぱり早いですよ。これがオリックスの宗さん。あ、私始球式の時、あの、隣にいらっしゃいました。これが、日本の主砲です。日本の主砲、ざっくりしてるな。日本の、4番が春先使ってました、はい、右バッター、右バッターですね、使ってました。そうですか、うん、これはロッテの加藤翔平選手、名手。ずいぶん派手な、確かに、これ試合使ってるんですか。これずいぶん派手ですね。あ、そう、内投手のね、あ、頑張ってほしい。うちくん多分地元一緒なんだよね。蒲田ですか。蒲田でその辺確か。あ、そうですか。うん、これ又吉投手です。ああ、剛腕がいらっしゃいます。うん、又吉投手です。あ、これ沖縄だろうね。ああ、すごい入れてるんだね。へえ、うん、いいですね。これは沖縄県民のね、方、都内で働いてる方ぜひ、うん、あ、これは我らが阪神、これが秋山投手ですね。カチカチの、うん、秋山投手も特産 TV 知ってるみたいでしょ。あ、そうですか。うん、友達ですね。いや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 、これがこの2つ MLB 側かな。これイエリッチじゃん。うわ、レンダーなイエリッチさん。イエリッチ、このデータのやつは、これは話によりますと、はい、MLB っぽいモデルらしい。まさしくそれは当時当たったで。選手ではなく、あ、一して糸井さんっていう。あ、糸井さん、あ、間違いない。来季も続行って、やりますよ、うん。この辺がマリオさんにズザーンと2種類入ってて、これはもう早いもん勝ちですね。あ、もう早いもん勝ち、本当に。あ、じゃあ早いもん勝ちの理由があって、これが岡本さん、これが岡本選手のやつなんだけど、岡本和真モデルってやっぱこう入っちゃってるから、間違いない。ないよ、これほとんど。で、さっきあの、本当になくなっちゃうって言った理由があって、はい、ここの親指のところに実は数字が入ってるのね。見えるかな。38、そう、英語っぽい。いや、っぽいってか、まんま英語ですわ、うん。これ実は限定数を示してる。あ、そういうことね。50の3。そう。で、岡本和真選手のモデルは50個全国で、日本国内で50個しかない。ああ。その中の38個目っていう。激レアじゃないですか。そう、激レア。だからこれあれだよ、メルカリとか出したらすぐバレるよ、買った人。そうだね。すぐバレる。それぐらいこうプレミアがついてる。へえ。岡本和真選手が一番多いんだって。あ、なるほど。人気50限定で、はいはいはい、ライアン君のが、こう30、あ、こっちの30セットだ、ね、そう、30分のこれは10個目のグラブっていう。何倍以下かわいすぎですよ、 HOH。 いやー、なんかしっとりツヤというかね、うーん、
すごくいいね。クオリティも間違いないという。間違いないですよ。試合でも使ってほしいですね、これは。そうだね、せっかくだったら。鱗みたいってすごいね、こんなこともできちゃう。これ職人さん大変だよ、このウェブスキル。職人泣かせの。ちょっとひねって縫って、ひねって縫ってっていうね。だって置いてるお店は限られるんでしょ。限られてます、限られてます。本当に限られてる。で、各置いてるところにも各1個ずつとか、2個ずつとか、そんなレベルらしいから。超レア。うん。はぁ。マリオさんの場合はあ、もう予約販売とかではなく、もう店頭で。あ、え、早いもん勝ち？え、もう本当早いもん勝ちです。来たんか、ちょっと。本当早いもん勝ち。すごいですね、やっぱね、噂通りというか、相変わらず。このグロブルペンっていうね、すごいよ。これちょっとあれじゃない？え？これマリオさんとローリングスさんのもう本当そこだけのも限定でやってる復刻版のローリングスのやつがあるらしくて、これこれ渋このこれなんていうんだっけな、スイングマン？うん、そう。ケングルフィジュニア。ちょっと真似するから。え？バカにしてる。そこだけってあ、そうですか。これキングフィジュニアの復刻版っていう。なかなか珍しい、確かに。珍しいでしょ。見たことない。3万1500円っていう。なしよう。うん。すごい。あとね、これね、往年のね、やっぱお父さん方にはちょっとぜひ、見てほしいのがあります。何がおもちゃみたいになってるよ。マサカリと言ったら。あ、長寿村田。そう。長寿村田これ。長寿村田さんのやつらしい。これ使ってたの？これやったらしいんだよ。ウェブおしゃれだよね。おしゃれだけど当時から昭和感ないよこれ。なんだこれ。あ、先生これ入ってますか？どうしました？入ってます。ああ、いやいや、だって俺これ院長だもん。そうですか。TFITPH ですか？うん、そう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 。そんな院長。俺これはもう院長です、これは。そうです。うん、私がちょっとあの野球界に問いかけて、ぜひお願いしますっていう。お酒飲んで源田選手とかして、入ったんですね。松井稼頭央選手なんてもう、あの、外部取締役。名誉会長レベルですね。そうそう、田中健介選手も外部取締役で、これ入ってますから。うん。これ非常に。増えてますね。ね、小指と薬指でこう小指のところをグッてやることによってやっぱ迫力が増すからな、うん、指1本よりも2本、そこで球際の強さっていうのはだいぶ出るよね。なるほどね、うん、やっぱあと深くなるっていうのがいいみたいですね。いや、ここぞでやっぱちゃんと深くとかで取るっていう、うん、だってメジャーリーガー深かったとしても球足めっちゃ速いもん。そう、あ、なんかね、面白いこと言ってた、この間のあの山本グラブスタジオさん、あ、言ってた、早急に別に不安がない人は取ることにも特化しちゃえるから、うん、基本2つなんですよ、日本指。そう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 。そうか。あの、メジャーリーガーそうじゃないですか。取っちゃえば送球なんかもう余裕じゃないですか。うん、メジャーだってこうやってさ。そうそうそう。ちっちゃい頃からずっとこんな練習してるからさ、だから送球の形が安定してんだよな。そうです。うん。そういった面白いね。うん。確かに確かに。限定品がなくなる前に、ベースボールマリオへゴー！このビクトスの、なんかちょっと限定っぽい感じのあれもいてあるね。カラーリングのやつ、なんて言うんだろうこれ、なんちゃらブルーとグレー。あ、渋劇渋劇だねこれ。渋劇。最近あの田上がトライアウト受けるって言ってて、うん、あの木製バットどうしようかなとか言ってるんですよ。あ、やっぱ水野がいいなとか言ってんで。なるほどね。我々としてはあのやっぱりバッペをしてますどういうそのディファインのバットありますよ。何ディファインって知らない。ディファイン知らない、やべえっすよ。お前コンタクトレンズかと思ったよ。最低だ。ディファイン、あのマリオさんのオリジナルブランドですよ。あ、そうなの、へぇー。我らが宮野原選手が使ってるやつ。宮野原が使ってんだ。宮野原もディファインです。あ、そうなんだ、ディファイン。いいね、いいです。マリオ限定品すげえ多いな。確かに。あいつつけてんじゃん。え、クリタンさん、うん、あ、クリタン、つけてるよ。まあ、クイニーがつけてるから間違いない。なんか変な感じあるよ。これは初めて見ましたね。あとスパイダー、スパイダーの、スパイダーのバックパック。すごい。え、しかも結構大きくない？あ、大きい。え、でか。ちょっと失礼します。あ、これすごい大きいな。バットも入ります。こっちにも入るよ。両サイド入る。ダブルバットでいける。この飲み物も入るし。本当だ。かっこいいけど。え、ここの上のさ、このあれ何、マジックテープ、バッテですよ多分。嘘だろ。いや、バッテをここ貼るんですよ。え、嘘でしょ。乾かせる、うん、知らないけど。いや、なんだこれ。16,500円って安い方だと思うけどね。限定バッグね、いいっすね。これでかいよ結構。
これ使ってる人は見たことないですよ。これ1個でバックってダブルヘッダーだったらこれ1個で足りるでしょ。十分でかさも感じないけど、重さだったらでかいけど、コンパクトっぽい感じ。だいぶでかい。だいぶでかい。うん、すごいね。向こうの選手が使ってるやつだな。これはいいです。おおすすめ。おはい、IT セット、IT セットパカが、あ、そうなんだ。はい、ベースボール限定、はい、あーこれ、あーかっこいい。 IP セレクトってオニオネさんで言うじゃん。あ、そうそうそう、ほら、書いてある。そうですよね、ライパチをクビにした。いやいや、僕は面接買ってきました。そうかそうかそうか。これいいね、マリオ限定で。限定で、はい。ウィルソンのパーカーも限定。限定多いですね、マリオはね。うん、ここでしか買えない。うん、面白いわ。まあ、そうそう、こういう時期ですね。いや、そうだよ、冬物。もう寒いわ。何ですか、これ。え。アディダス、これやっちゃった。またこういう斬新な。これ、あ、すね。そう、すで、これ、こうだよ、こうだよ。めっちゃ高いじゃん。こうだよ。雪国の人。これ、すごいね。これ、いいじゃないですか。これ、面白い。これ、ロンパーの下とか入ったらいいんじゃないの、だって。ロンパーの下もいい。ショートもあれも。どうでも、これ、スライディングしたら一発だ、お前。行くもん。しちゃいけないやつだ。ハップとかで履けますね。下に。でこれ絶対あったかいな。はあ、面白いね。うん。今店長さん、パンツ。うん。これあの普通のパンツです。ソックス。スポーツパンツ。野球用とかじゃなく。へえ。今見せてもらいました。これ男性ならやっぱりわかる。ここに収まるんですよ。あ、そうですか。そうそうそう。ここ収まるかな、でも。ブレないってことですね、運動してもね。これでもめっちゃいいですよね。あの例えばピッチャーとかで、はい、あのスラパンを必要としない人とか多分、はい、結構最近増えてきてて、うん、そうですね。あのスパッツ履いてプレーされる方多いじゃないですか、うんうん、はい、そういう方とかがよく皆さん買っていかれます、ね、なるほどね。あ、僕もスラパンは基本履かないですね。そうなんですよ、うん、苦手な人。スパッツでも増えてますよね、今ね。こういう感じね。で1日履くと分かります、全然増えてないのが。へえ、面白い。はい、というわけでベースボールマリオさんショップの旅お届けしました。だんだん肌寒くなってきました。健康に気をつけて秋冬の新作身につけて野球を一緒に楽しみましょう。それではまた明日。